ミルクサッカーアカデミー井上までございます。ノーミルク佐藤でございます。いやー、先生、これも押し迫ってまいりましたね。押し迫ってまいりましたようで、やっぱりね、なんかちょっとサッカーっぽくない話、あ、違う、ここから行かなきゃいけないマジか。はい。実はね、一応リスナーの皆さんにも、ミルアカ、この年末、毎年、高校サッカー選手権やってきましたけど、ノードが。今年はやらないんですよ。高校サッカーがやるんでしょ？あ、うん、ミルアカでは、動画出さないよ。ああ、なるほど。うん。そう、ちょっとね、いわゆる J リーグもギリギリで終わったから、ちょっとそっちまで間に合わせられないってところがあったらやらないんですけど。はいはい。そうしたら一個衝撃のニュース来ましたよ。何ですか？高校サッカー選手権。はい。ダゾンで見られます、皆さん！わー、すごい。あれ、確か今年は。はい。日テレさんとかでやらなくて。はい。あれ準決勝、決勝だけのがテレビでやるとかっていう話でしたね。そうなんです。しかも、はい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 、あと、本当だったらそれお金、あ、お金じゃない、いや、ごめんなさい。人間入れる予定だったんですよ。はいはい。観客。うん。ダメになりました。あ、準決勝、決勝も？はい。ああ、そうですか。やっぱり、5000人以上のイベントをやらせるわけにいかないって、国から全部出ちゃって。そうだよね。ステイホームでって言ってるのにね。そうなんですよ。はあ、はあ、なるほど。じゃあちょっとシューンと我々する部分あったけど、なんとダゾーンで高校サッカー選手権の全試合の、まあ一応今年ハイライトとのことですが、ああ、なるほどね。全試合見られるとのことで、これは嬉しいです。っていうのは、一応東京は周辺に集まってやるわけでしょ？あ、そうです、そうです。そういうことだよね。例年通りってことだよね、はい、駒沢やら。そうなんですよ。ね、三沢やらってことでしょ？そうなんです。はい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 。じゃあちょっと、我々、その客席の方にはみんな行けないけど、ダゾーンで見ることができるよと。はい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 。じゃあ嬉しいですね。ねえ、これ考えると来年、再来年ってダゾーンで全試合放送とかあるんじゃないかなってちょっと思っちゃって。日テレはどうなんですか？なんか日テレはありつつとか、なんかそんな感じになるんじゃないですか？総合のリーデーみたいな感じか。日テレもやるでしょうね、でもね、大事ですよね。でもやっぱ嬉しいですね。嬉しい。なんか見られるって。嬉しいですね。だちょっと今年見る赤ではやりませんけど、皆さんダゾーンでね、ぜひ見ていただけたらなと思いますので。わかりました。ダゾーン谷口さん言ったからね、ちゃんと。いや、ダゾーンは本当いろいろ最近やってくれてます。知ってます？ありがたいんで。なんすか？なんだっけ、夜の競馬とか。ああね。やってる。うわ、やるんだと思って、相変わらず F1、野球もなんか増えてきてる感じ。あと、この間の、なんだっけ、リバプールの向こうでやってる番組とできたんですよね。24時間やってる。リバプール FCTV でしょ？そう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 。ああ、やってた、やってた。なんかいろんなことやってていいっすね。うん。去年はね。ずっと英語だったからずっと勉強してた。みんな名前だけ聞こえてきた。うんうん、去年はね、キャプテン翼とかやってましたもんね、はい、この時期に。やってた。アニメね、そうだ。ワンナウツとか。そうだ。なんか、キャプテンとかね、そうなんですよ。うん、なんか、いろいろダゾーンさん、こういうところで取り組みやってくれて、なんかありがたいな。F1 の招集編見てたね、昨日ね。あ、そうなんですか。今年なんか全然見れなかったからさ。まさに来年日本人ですよ、F1。そうなんでしょ？そうなんですよ。トロロッソの次のチームでしょ？そう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 。アルファ、タウリ。そう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 。日本人選手が入る。そう、角田くんって言うんですけど。ドライバーってことでしょ？ドライバーです。すげえ。F1 にもやっぱりその F2、F3 みたいな、J1、J2、J3 みたいな感じになってるんですよ。はいはいはい。で、その F2 の方でめちゃくちゃ結果残したのもあって。先生の俺、可愛い、面白いとこって、あれですよね。はい、それた話も、ほんと天皇杯の話みたいなトーンで、同じので喋るよね。今番外編ですよって喋り方じゃないもんね。F1 の話を、マジのサッカーのど真ん中の話のトーンと、同じトーンでするもんです、先生ね。そうそうそう。ありがとうございます。来年もそのままでお願いします。いや、もうずっとこれです、もうずっと。したいと思います。いや、でもね、ただまあ、ちょっと聞いてよ、もう一個。スイッチカチン大ちゃん。はい、はい。はい。これね、多分12月27日、日曜日の朝に出してると思うけど、はい。24日から5日に変わるときに、はい、はい、はい。衝撃のニュース一個は24日から5日に変わるとき、おぉ、サンタさんがプレゼント渡してる頃っていうことですか？そうなんですよ。はいはいはい。だもうね、世の中のそういう方々がいろいろわーってやってる中、そういう方々がほとんどや。マイノリティみたいに言うな。サッカーだけは全てじゃないんですよ、先生。はい、え、そうなの？落ち着いてください。サッカーと F1 で待ってるわけじゃないんですよ、地球は。そうなん。そうですよ。箱根駅でもあるからね。違う違う違う、その3つでもないんですよ。あ、本当。深呼吸してください、一回。はい。いや、その時にね、やっぱノーミルクサンタも、
やっぱりこう、モミルクサンタも、はい。モミルクサンタもね、うん、よーし、みんなのためにこの間できなかったから、U20 ワールド、U19 日本代表とか、U23 日本代表の番手表を作ろうと思って作ってたんですよ。何よりのプレゼントですね。はい、はい、はい。そしたらよ、作り終わって、よーし、で、個人チャンネルで配信しながら、こういろいろ作業もしてたら、そうだったんだね。はい。そしたら、うん、なんと2021年に行われる予定だった、はい。U20 ワールドカップ。そして、はいはい、U17 ワールドカップ、うんうん、中止決定。あらまあ、そうなんだ。これはもう悔しいですね。本当は何月にやるはずだったんです？春と秋かな。20が春で21が、あ、17が秋かもしれないけど。判断ですかね。そうなんですよね。これは貴重な強化のね、機会が。そうなんですよ。で、日本で言えば、今度ベルギー行く斎藤光輝選手とか、はい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 、あと今セレッソの西川潤選手、そうですね、このあたりは飛び級で行く2019年の U20 ワールドカップまだ行けてたから、うん、そう、まだいいんですけど、うん、他の中は松岡大輝選手とか、はいはいはい、含めて今 U19 の我々の動画毎年藤田ジョエル千葉選手とかね、 その層がもう U20 経験することなくっていう形になっちゃうので、うんうんうん、なるほど、ちょっと悔しいね。仕方ないっちゃ仕方ないですけども、どっかで決断しないとってことですもんね、これね。そうなんですよ。うん、で、U20 が確かインドネシアだったかな。はい。で、U17 がペルー開催なんですよ。南米、うん。うん。でも、南米開催の大会が中止っていうことは、うん、来年行われる予定だったコパアメリカも、おー、厳しそうだなと思っちゃったり、まあ、そうですね。何にしても厳しいでしょうね。うん、だその間に行われる予定のやっぱオリンピックちょっと怖いですね、うん。こう考えるとね。オリンピックもなかなかね。演出陣が交代して簡素化を目指すみたいなね。が、今決まってるっていうのも含めてね。まだちょっとやるやらないも含めてなんかあるかもしれないっていうことですかね。まあでもやっぱね、これでだから世界的大会が2つなくなってしまったので、女子の方も中止みたいなんですよ。なるほど。もちろん。だからオリンピックまあなくなってもまあ不思議ではないだろうなっていうのは。なるほどね。そんなこともまあります。ただ俺思いますけど、依然ね、セリアとかプレミアリーグとお客さん入れてないわけじゃないですか。あ、はい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 。こうね、感染拡大がまあ進んじゃってるから、って考えたら J リーグって、すごいことやったですね。そうなんですよ。これで無事というか、まあ多少ありましたけど、終えてるわけですから。ね、本当に入れて。まずあれなんですよ。ヨーロッパからも、それだからこそ、はい、東京オリンピックはできるんじゃないかって話なんです、だから。まあ、それでも外から入ってくるし、っていうのもあるだろうから、なかなかまた条件変わってきましょうけども、国内リーグをね、あんだけのお客さん入れてやった。そうなのよ。しかも 100% ですから。ねえ。すごいよ。これはもう、誇っていいというかね、もうこれはもう、やったってことでしょうね。やった。東京オリンピックもどうだろう、もう最悪ね、できないってなったら、もう日本だけでやるんじゃないかな。日本代表のみで。日本代表のみで全て金メダルにはなりますけども、エキシビション的にはなりますけれども、これはしょうがないと。まあね、しょうがないと。しかしオリンピックはみんなでこう、高らかにやって世界に中継してね、日本代表だけで。そうか、だから日本選手権みたいな形でやっても一つ手かもしれません、なんかね。ですかね。まあ難しい。なるほど、そっか、なくなっちゃったのか。そうなんです。だから、まあ日本はまだあれなんですけど、そのオリンピックとかもあるから、だから、一応世界的に見るとイングランド代表がちょっとかわいそうですね。今ね、第2波っていうのか。あ、そう、変異種みたいなのでしょ？そう、それも、で、日本にもまあ入ってきちゃったんですけど。変異種が？はい、今日。あららら。今日ってか、そう、ちょうど収録してる直前に時事通信から出ました、ニュースが。あ、そうですか。そうなんです。なんですが、イングランドっていわゆる、オリンピック出られないんですよね。イギリスじゃないから。あ、イングランドという単位ではね。グレートブリテンでは出るんでしたっけ？あれ？そうそう。だから、サッカーは、イギリス代表というものは存在しないので、基本的には。イギリス代表、イングランド代表はないんでしょ？イギリス代表はあるでしょ？いや、イギリス代表はないです。あれ？何があんのじゃん。イングランド代表しかない。ああ、そうかそうかそうか。もう、どっちがどっちかわかんないです。含めたやつがイングランドか。含めたやつがイギリスです。あ、そっか。
そう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 。すみません、失礼しました。それじゃないとオリンピック参戦できないから、いわゆる U20 ワールドカップが年代別の最高峰だったんですよ、彼らにとっては。だからその大会がなくなっちゃうんで、ちょっとかわいそうだなって、若手の強化がちょっと進められないなっていうのはちょっとかわいそうだなってすごく思いました。まあ、しょうがないっちゃしょうがないけど、これは悔しいでしょうね。ちょっとこれはね。ただ、あれですもんね、あの J リーグに関してもそうだけど、まあ、このいろんなあって過密になっちゃったけど若手のねある種出番は増えたとかそういうなんか悪いことじゃないところに目を向けていきたいですね、うん、もうこれからこそ多くなっていきますでしょうけどもそうなんですよ、うん、そうなんですよ、ねまあ、あとはねやっぱ今年を振り返っていきたいなっていうところもあるし、うん、あと、ね、この特殊なシーズンが一体どうだったのかとかねと、はい、いうことで、まあ、日本だけ強化できないって言ったらしょうがないけど、まあね、全部できないんだよ全部なんだから一緒だと思いましょうかねこん中で強化できる新しい方法とかなんか見つけた国がある意味では、うん、10年後ぐらいの世界大会制してるかもしれないですよねなるほどね、うん、これはもう島国のチャンスでしょこれチャンスですねえ島もこもんの慣れてるんですからこもって開発の慣れてるんですからねうん、島みたいな考え方ですね。ですね。いや、そして山田さん、あとはちょうどね、はい、これ27だけど、はいまあ、そろそろあれですね、我々としても、通信簿の時期。あ、もう成績をね、網羅して、こう、来年とつなげていく、通信簿シリーズ。はい、そろそろ始まりますよと。あらま。まあ、マーさんにもね、もうね、最初のうちのいくつかもう送りましたけど。送っていただきましたね、資料の方が。そうなんですよ。はい、で、今回に関しては、久しぶりにちょっといろいろ原点に立ち返って、はいなんか北からやってってみようかなと思って。ああ、当初そうでしたもんね、札幌から。そうそう。で、ちょっと我々実はね、この収録してる日に、うらぎチャンネルさんの方に。うらぎチャンネル浦和のね、UG さんがやってるやつね、はい。そうなんです。それにね、ちょっと出演させていただいて、収録してきたってのもあるから、はい、今ね、今日は撮らせていただいてね、いつか出してもらえるんでしょうけど。はい。そうなんですよね。うん。それもあったから、ちょっと、浦和とね、徳島の話だけは、ちょっとそこの中でもした分。はい。その2チームだけ先にやろうかなと思いますけど、はい、それ以外は基本的にも北から順番、うん、も札幌から順に、まあ、進めていこうかなと思って。なるほどね。うん。はい。だみんなもね、だいたい、どこら辺やってるのかで、あ、今の進行状況ここら辺なんだな、とか。なんか分かっていただけたら嬉しい。全部見ていただきたいと思いますね。ミルワカ受講生ということで。やっぱ全部見ていただくとね、今年のリーグがある程度分かったりしますんでね。めちゃくちゃ分かると思います、ね。自分はあんまり興味ないよって方もいらっしゃるかも分かんないですけどね、全部見てください。今年ね、全部見てください、ね。お時間あるでしょうし。ね。年末年始ね。で、今回はもう、いくつかでもピンポイントを絞ったんですよ。いろんなこといっぱいやりすぎるんじゃなくて、はい、通信簿の中も。はいはい。で、今まで我々ほら、月間単位で順位表とかも出してきたじゃないですか。うん、なるほど。はい。だから今年月間成績こうまとめてみたりとか、うん、あとはね、今シーズン34節とか42節とかあったでしょ、うん。うん。全部グラフィックにしたんですよ。全選手。誰がいつどのタイミングで出場、何分出場したのかって全部グラフィック。グラフィックってどういうことですか？でも視覚的に 2D にまとまってるんでしょ？そうです。第何節でこの人フルタイム出場してるとか、この人はこの日はベンチから途中出場してきたとかっていうのがもう丸分かりになって表を作ったので。すごいことになってきましたね、先生ね。そうなんですよ。ミルワカって音だけで楽しめるんじゃなかったんですか？おー、まあ、こう、まあ、しょうがない。いや冗談ですよ。素晴らしいご努力を。ありがとう。怒っていいってことですよ、先生。しょうがない。優しいな。しょうがない。いや、すごいですね。だから、こう、一回こう止めて、ぎっちり見ることもできるし、あとは、まあ、聞き流していただくだけでもいいですね。あれしましょう。3本に1本撮るごとに休み時間コンテンツ出していきましょう。雑談、今日みたいなね。これ疲れちゃうから、見てる方がね。でもこれちゃんとだって冒頭でニュースちゃんとやってるもん。撮る中で、こんなのも、うん、こんな気持ちになってますみたいなの撮っていきましょう、これ。3件下がるためにやっていきましょう。やっていきましょう、そうね。あとは遺跡情報もね、どしどし。うん。まあ、ありますし。あと、まあ、我々としては、まあ、前日、うん、まあ、これはリリースしてる日になってはもう前日って感じになりますけど、はいはい。まあ、J2 ともね、我々26日。うんはい。参加ね、させていただく。ね、させていただいた。はい、チケット買ってください。ねえ、はい、うん。まあ、終わってる。でも、この動画出るときにはもう終わってるよ、まさ。なんで言うからですよ。そりゃずるいよ、言うからでしょうよ。終わったことはいいんですよ、もう。はい。またね、何かあったら呼んでいただけたら嬉しいし、うん、なんか頑張りたいですね。うん、すね我々としてもね。そうですね。はい。初詣も行けませんから、皆さんね。行けないから、明治神宮閉まるらしいっすね。あ、そう。うん、あ、みんな来ちゃうから。まあ、そりゃそうだよね。閉めちゃうね。うん、そっか。じゃあもう、じっくりね、今年の
なんかベストゲームとかをダゾーンで多分やってくれるんじゃないかな。それみんなで見るとか、そういうのもいいんじゃない、ね、あと、ミルワカのアーカイブいっぱい見ていただいて、うん、あとは我々もなんかやりましょうね。ちょこちょこ、ね。お正月っぽいやつね。うん。行くデータ、来るデータ。やってください。年越し。もうここまでデータ、ね、サッカーデータ志願できたんですから、もう、年越しはもう行くデータ、来るデータでうんざりさせてください、全員を。そしたらなんか一個データやるたびに、ボーンってあの音欲しいですね。鐘の音が欲しいですね。やりますから、僕は SE でね。SE? いや、ちょっと行くデータ来るデータ。ないよね、皆さんね。そうですね。年末年始も本当寒いですからね。はい、まあ、っていう感じでね、また皆さん。年末年始まあ、前向きにね、いろいろなくなっちゃったりしますけど、その分時間ができると思ってね。はい、ええ。その世代の選手たちもこれにね、なんかへこまず、へこむでしょうけども、へこまず、なんかこう、へこんでないよね、そのこまで行くような選手はね。いや、でもね、さすがにみんなね、ガクンとはなったみたいなんですよ。ね、まあ、さすがにね、そりゃね。まあ、でもこれ、またバレーにしてね、新しい多分、より、うん、強くなってくれると思うので、楽しみにしましょう。はい、わかりました。ということでございます。ゲームとかで、なんかやりましょう。ユージュ。やりましょう、ね。そう、そう、やろう。やろう。仮想、あるはずだった。U29。29? いっぱいの大将がいるわ。ワールドカップ、やりましょう。ね、やろう。はい、ユーロだってね、はい、まだやってないんだから。うん。あれもね。はい。そうよ。ました。はい。ということでございます。以上でございます。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。サッカーアカデミー、明日もまたやっておりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、井上真央でした。なお、ミルクサコでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日。